はい、タイガーです。というわけで、今日ね、声がやばいのよ、本当に。もうね、ファジアの、J2 ね、試合見に行って、サッカー。で、その後、声枯れてるなと思いながら、カラオケ行って、もう無茶苦茶だよね。うん。まあ、仕方ないんですけど、まあ、毎日投稿は続けたいということで、はい、撮っていきます。はい。で、ね、この前、なんだなんていうか分からんですけど、あの投稿でね、おすすめのSHデッキを紹介してみたいなので、リドローを使ったね、リドローを使ったSHしたら面白いんじゃないですかってことで、ちょっと S7 にしてね、ディートリヒでこのクーフリンのねリドローを入れて、はい、やっていきたいと思います。はい、うん、ちょっと声がやばすぎるんだけど、はい、まあとりあえずやっていきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目ルシファーです。はい、もうね、声が本当にやばいの。うん。声が本当にやばいんですけども、仕方ない、これに関しては。うん。よいしょ。ショッテフェリノといきます。どうしよう。風車でいこうか。どうしようかな。迷うな。まあ、何でもいいか、別に。いや、マジでな、これやらかしたな、完全に。ちょっとね、調子乗ったね、マジで。まあまあまあ。この声が、自分ではめちゃくちゃ違和感あるんですけど、この動画、ね、やっぱ音声機械なんで、機械を通してどんぐらいの音になってるかっていうのは、ちょっと自分でも聞いてみないとわからないんですけど、とりあえず、現実のタイガーはもう、声がすごいことになってます。はい。あとはこれをどれだけ伝わるか。うん。マジでやばいから。さあ、で試合の方はもう始まっておりまして、結構エース引けなくて困っております。はい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 。非常に困っております。オッケーオッケー。これ罠通りまして。いなお、いいよ、いい金馬、グッド金馬です、これは。はいはい、金馬出しまして、オッケー、ペレツ回収で、オッケーオッケー。もうこっから S しか引かない予定なんで、はい、あ、ロックか、それまずいな。でもあそこの位置のロックだったら、まあ、そこの位置のロックだったらこっちでいいかな。うん、これで正解だった気がする。うん、相手もこれで、これの方がねだるいと思うんで、これでいいです。はい、マジで喉どうにかならんの、これマジで。でもマジでやっぱ喋らないことが一番だと思うんですよ、こういうのは。はい、問いずつめちゃくちゃ喋ってるんですけど、ほんまにこういうの喋らん方がいいと思います。はい、皆さん喋らないようにしましょう。はい、本当に。うん、でもここ行きます。おっと、やべ、バケモン召喚してもらった。バケモン召喚してしまった。これ相手フェリノと返すしかない。それは俺の駒が2,4,6枚になって663,600。3600と2500足して6100、6700。あ、これ特殊だけ、まあ普通にアラジンでも飛ぶんですけど、これで特殊だけで飛ばしたいと思います。はい、よいしょ。 OKOK。意外と強いかもしれん、これ。対戦、あざした。さあ、ヒプノス相手です。さあ、引きが大事、マジで。まあ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 。これは、サリアンナから行きます。
ヒンマーはでかい、マジで。これちょっともう一回捨てます。でどうしようかな。あ、シールドで出すんだ。金馬いきます。で、マジレス欲しい。リドローには絶好のタイミング。引き割る、引き割る、引きが悪すぎるんですけど、マジでどういうこと、マジでほんまに意味がわからん。なんでこんなちょっとしか入ってない英語もこんなに毎回引くことができるん。はどういうこと、マジでマジでどういうこと、もうの意味がわからないんですけど。一応待って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 、マジでわからん。マジで意味が分からないけど。いや遅いし、今出せねえし。今ってえぐない、普通に冷静に普通にえぐない、この引きマジで。え、これはどういうことな、マジでちょっと理解ができないんですけど。ラファエルとか言われたら無事切れ。え、マジでえぐ。一回ちょ、お前死んでくれ、頼むから。もう消えてくれよお前、 B ゴマ、マジで消えてくれ。はい、いい回収。あの B ゴマうぜえ、もう頼むから消えてくれ一回。さあ引き。いや、お前には任せれんのよな今。一回蘇生するか。召喚の位置が絶妙にゴミなんじゃお前ら。召喚初心者かお前。お、相手ヒプノスの動線消してきたぞ。相手ヒプノス動線消したのは結構痛手だね。あなたを導きました。オッケー、これもろた、もろたもろたもろた、これはさすがにもろたでしょう。意識を沈めていくと。よし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 。あ、うん、でも大丈夫か、別に別に大丈夫か。こいつのコンボでワンチャン飛んどった。いや、それはないか。 OK、 どっちにしろどっちにしろどこやってもガッチガチガード、ガードがガッチリすぎる。さすがにこれは勝った。よし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 。濃度やばいけどこれ勝ったわ。よーし、マジで引きがやばすぎたけどな前半、マジでうざかった。うりゃ OK です、敗戦、あざした。さあ2試合目、お、珍しい珍しいペルレイ。さあ引きは、引きようないな、は用ないな。だるだるすぎるんですけど、まあ、一回ねこいつ行きまして、
マジで引きがようなさすぎる。これまずい。これ、あ、さては終わったか。これこれ終わったかもしれんわ。これ終わったな。 X ヒュースが強すぎるんよこれマジで。やばい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 。アホアホアホ、やばいやばいやばい。アホしかおらん、アホしかおらん。ちょっとこっちから行ってご了承求めます。あ、でもそうか、ヒュースの召喚あるからご了承止めれん。これじゃ正面何やっても止めれん。オッケー、一旦止めた。一旦止めて金馬、こっちで読む。勝負じゃ。でも無理かこれ。これコンボしたらダブコになってしまうんで、したら負けなんですけど、もう正直これはするしかないんでします。負けなんですけども、正直もう何でもいい。ここまで来た。はい、ダブコン負けです。これはあー辛いね。これ金馬じゃなくて違うエースだって勝っとったなこれ。あー厳しい対戦。あざした。さあラスト行きましょう。なんですけど、なんか珍しいリーダー多くね。お、やっと主役が来た。すごいの来たな。なんか珍しいの多いな。どっちにしようかな。こっち一回帰ってもらうか。よろしくお願いします。さあこれです。飛行、これです。引きましょう。さあおいで。ふざけんな、マジでふざけんな。お前らマジでふざけんな、クソガキ。俺にな、そんなおっきい声出さすな。今日はストレスなしでやりたいんじゃ。マジでマジで夜すごくね。逆にここまで来た、ここまで来たらすごくね。逆に褒めてほしいんですけど、ここまで来たらもはや褒めてほしいわ。マジですごっ。ほんまに光んやん。冗談抜きで悲観し、やばすぎ。マジでやばないこれ。ちょっと想像以上に悲観なさすぎて。マジで夜。驚きすぎてあんま頭が回ってないんですけど、これは一体どういうことなんでしょうか。あな
なたを思う人がいるのです。もう今更なんですけど、今更だって出したところで罠かけて死ぬからな。正直結構ブチギラン件なんだけど、これふざけんなやろマジで。しかもサリアンナにするべきだったわ。いい、マジで夜、これやばない、ちょやばない、これマジで。返し何回お前、お前返し何回、もうむちゃくちゃ。一応 S7 なんですけど、ありえん、やばすぎ。対戦あざした。さ、メルベです、メルベです。うん、引きはいいね。X ウィブで行くか。 X ウィブ相手だるいぞこれ。絶対だるいと思う相手。これ強いよマジで。相手一回上に逃げるんですよこれ。でスカーハはちょっとだるいな。 S 一回で、そしたら多分次ウィブサニア取ってくるんですよ、挟んで。多分挟んで取ってくるですよね、知ってる。それは想定ない。オッケーオッケーオッケー。でこっからよ、こう怒られませんよ。できれば手前の欲しかったけど、まあええわ、それは許す。オッケー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 。これちょっと一回こうします。召喚の位置悪っ。召喚の位置死ぬほど悪いやんこれ。うん、召喚の位置死ぬほど悪くて、氷結の位置死ぬほど悪いやん。ガチでクソすぎる。引きがオワコン。なんで俺の方が S 出し、 S 入ってるはずなのに相手の方が S 出しょん。どういうこと？え、ちょっと待って、マジでどういうことこれ。ほんまにどういうことこれ。わけが分からないけど、マジでどういうこと。え、マジで分からん分からん分からん。え、ほんまにどういうことこれ。え、俺 S 入れとる？え、S7 入れとる俺ほんまに。怖いんやけどマジで。やばすぎ。え、怖い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 。対戦、あざした。はい、ってなわけで、マジで引きがやばすぎんかったマジで。えぐくねかった引き。うん。もうちょっと、引きがやばすぎたんで、リドロとか関係なしに、運がない人は S7 使うのやめましょう。はい。普通に S4 で、S4、うん、だったり、コス180のグローリーみたいな感じで、S が少ないデッキで、実力を試しましょう。はい。ということで、この動画が面白かった、参考になったという方は、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter の待ってますので、Twitter もぜひよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。